見てください、めっちゃ汚ねえ。新居はこんなもんなんですね。最高、実写最高。天井上やっていきたいと思います。汚いですね。はい、監督ラボの監督です。新居です。今回は、新居に合わせた商品をいろいろ買ってきたので紹介しながら見ていきたいと思います。で今回カメラマンはポジパンですね、はい、よろしくお願いします。会話のキャッチボールがあった方が伝わりやすいかなと思って今回やってみました。というわけで頑張ります、はい、お願いします。お願いします。ではキッチン周りをですねやっていこうと思います。さらっと拭けるピンクキッチンマット、ただちょっと気になる部分がドアの隙間にこいつ通れるのかというところちょっと怖いです。はい、はい、ではこちらちょっと注目していただきたいのがここですね。ここ結構下ギリギリなんですよ、うんうん、1センチで、かつこいつ大丈夫かなという。結構厚いですね。ちょっともしかしたらあんとドアが開かなくなる可能性が、うん、細いからいけるのかな。あ、いけそう。そこが通ってくれればいます。はい、あ、おお、大丈夫ですね。多分位置的にコーナー、あ、コーナー大丈夫、ちょっとだけちょっとかするけど、でもここ端っこにつければいけるかも。こっちメインにすればいいのか、うん、というわけで使っていきたいと思います。なんていうんだ、はい、引き出し収納、その引き出しのサイズに合わせてここの部分を伸ばしたりできるトレーとなってます、うん、プラテカトラリートレー。おっとおっと、かかりましたか。洗濯ミスをした可能性が高いですね。これも辻間のやつですね。辻間のやつね、はい、あ、ありがとうございます。返品しましょう。ミスりました、皆さんお気を付けください。ちゃんと測りましょうね。でかすぎたのか。というわけだったんですけども、マイカメラの小道具入れになりました。濡れると99% 除菌するペーパータオル、キッチンのお手入れにね使えるというもの、手洗いの布巾としても使えます。あと濡れるとなんと除菌効果が出るというね、すごい商品で、枚数がなんと150枚、お得です。と開け口はどこかな、ここ開けていきたいと思います。点線がありました、いやちょっと、これが1枚サイズ、ちょっと拭いてみたいと思います。はい、水に濡れると除菌効果が、見た目は分からないんですけども、匂い嗅いでみましょう。特に紙ですね、枚数がなんと150枚入ってるので、このキッチン周りに置いていきたいなと思っております。こちらもニトリ商品ですね、カット式大拭きで42枚入っております。これもですね、もう本当にシンプルです。大拭きって感じです。あ、いい感じの手触り、こんな感じでなんか引き剥がし方が絶妙、はい、はいはい、あ、最初だけか。でここに点線があるのでこれで拭きます、はいはい、水気もつきますね。これが42枚ついてるので本当に使い捨てって感じでね、ちょっと汚いものとかもね、油物とかもさっと拭いてね、ありがとうございます。レンジシートなんですけども、今回100均で買ってみました。実際使えるのかという部分でいきたいなと思います。はい、というわけでまずはレンジフードフィルターで磁石4個付きを買いました。磁石が4つついています。こんな感じですね。いい感じです。はい、続きましてクックガード、油が散ってこちら辺とかもうベチャベチャだったんで、だったらもう使い捨て買っちゃえばいいんじゃないかというわけで、オシャンティーな感じのものを買ってみました、うん、気になるところはサイズ感。ちなみに壁に貼る透明なシートとかありますよ、油跳ね防止の。100均でありますか。100均、あ、でもあるかもしれない。いろいろあるのでね、環境はどんどんとバージョンアップしていきたいなと思います。ちょっとちっちゃいのかな、小さいね。うん、これだと一口コンロ用とかじゃないですか。なんかどっちかっていうとそっちな気がする。可愛いけどちょっとちっちゃいですね。小さいですね、うん、あ、こんな感じですね。あ、やっぱ一口用だ。左右に分かれているコンロがメインなのか、うんうん、ということはこれは使えないのか。そうですね、買い直しですね。買い直しですね、ありがとうございます。そういうこともあります。はい、感謝が大事。はい、ありがとうございます。何の感謝ですかね。お鍋を新調しました。前回の家もそうなんですけども、この取っ手が取れるやつがめちゃくちゃ便利で、はい、というわけでですね、こちらフライパンでございます。今回購入しましたのは軽くて使いやすい24センチの加速フライパンです。こちらでチャーハンをたくさん作りたいと思います。蓋は別売りで購入しました。いい感じです。そしてこちら取っ手が取れる木製ハンドル、木のかっこいい感じを選びました。はい、こちら、あ、結構ツルツルしてますね。触り心地めっちゃいいです。これですね、こうやってやって押すとさらに開きます。そして掴んで
ギュッと。おー、あー、全然小さくてダメですね。こちらもニトリで購入しました。ステンレスパンチングザル。スパゲティとかを入れるとき、こういうね、金属にすることによって劣化を遅くするというものですね。これは多分長く使えるかと思います。こちら、立てて乾かせる、畳めるまな板。こんな感じですね。材質は、ツルツルですね。そして開きます。おー。使い終わりました。洗いました。立てることができます。すごいですね。こんな感じでございます。冷蔵庫透明マット、前回に敷いてなかったんです。それ大好き。冷蔵庫の下に敷くシートでございます。ほっこりがちょっとついてる。コロコロですね。斜めカッター、こちらもですねニトリで購入してきました。通常のこのコロコロってこういう線がついてて、そこをねペリ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 やるのが本当に非常に面倒くさくて、こちらを買うことによってなんと斜め切りすることができます。ここからさっと取って、はい、で次取る時もこの斜めからペリペリペリっとやればめちゃ気持ちいいです。こちらでホコリを取っていきたいと思います。はい、というわけでここですね、音声が死んでいたのでアフレコでお届けしたいと思います。結構必須なものですね。商品名が超撥水コーティング、はじきというものでございます。こういった感じでスプレーをして塗りたくります。これで OK でございます。はい、これ水回りにですね基本的に使えますので、こういったトイレですとかにももう豪快になります。あとは風呂場でございます。風呂場にもバシャ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 塗っています。あとは洗面台にも使えます。洗面台周り見ていきたいと思います。今回チョイスしたのがゴミが詰まりにくいやつ。これ多分100均じゃないかな。でも100均でも売ってるけども、使い捨ての汚くなったらもう捨てちゃうみたいなの買いました。つけていきたいと思います。でカメラさん入れてください。はい、これは最初からついてるもので、通常だとこれを使うかと思うんですけども、髪の毛とかぬめりとかがめちゃくちゃつくのでどかして、で今回はこちら使い捨てタイプ、これが元入ってたやつ。でかい。はい、ちょっとなんかでかすぎる可能性が出てくる。はい、じゃあちょっとつけていきたいと思います。あ、大丈夫ですね。おー、ぴったり。はい、でこれはまあ汚くなったらこのまま捨てちゃって、またすぐ使うみたいな感じで、あのぬめりとはおさらばですね。こちらです。洗面台の曇りや水垢汚れに動画で見ていいなというわけで買いました。持ちやすいこういうブラシですね。顔を洗ったら水が飛ぶんで、これでさらっと。はい、これの使い方なんですけども、この持ち手を持ってもうただただ拭けばいいだけです。めちゃくちゃ簡単でございます。ご覧ください、こちら出っ張りやへこみにうまく綺麗にフィットして洗面台を清潔に保ってくれます。洗面台に今回収納がなかったので壁に付けちゃおうみたいな歯ブラシをセリアで100円で買ってました。歯ブラシホルダーで見てください。こちら今まではこういうガチャンっていうタイプだったんですけど、今はもうないので付けてみたいと思います。付くでしょうか。吸盤タイプなので基本は付きますね。とりあえず適当に、あ、いいですね。あ、いい、いい吸着感。新しく買ったシステマ、はい、付かせます。いい、はい、これはぜひおすすめしたい。知りません。知らないですか。これめっちゃおすすめです。これ使うまではずっとタオル生活したんですけども、やっぱタオルって顔の皮脂とかがついて汚れて洗うという手間を考えると、使い方もこの袋をまた再利用ができて、こう縛って広げてバッとやって拭いて捨てるみたいなクレンジングタオルです。はい、でこの水回りにこれが最高です。セリアで売ってるなんかすごいやつ、こうやってペリペリペリと剥がしまして、このね折れ線がいい感じにねピッとしてくれます。はい、ただここはねまあね置いといて。はい、では続きまして洗濯、洗濯コーナー洗濯機回りとかですか。洗濯機回り、フンバルマンという商品ですね。フンバルマン、洗濯機用防振かさ上げ台、フンバルマン。洗濯機の足を上げることによって、これが地面なので結構ゴム製のもので、ここに足を乗せるんだけども、今回さらにこちらグルグで、これをつけたらさらに良くなったっていうのがあったので、洗濯用防振ゴムで下にして、かつこれを置いてここに乗せる、音もかなり静かになってそこを上げすることができる。
吸着便座シート、まあ、この暑い夏にこの毛はどうなのかって思うんですけど、こちらがトイレでございます。前回の家はですね自動テントだったんですけども、今回はスイッチがここに押します。普通ではまずはこちら吸着便座シート、暑い夏なんですけどボコボコしております。本当だ、まあ、どのサイズにも合うというわけで、こんな感じか。はい、というわけで、はい、あ、いいですね。よかったですか。はい、よかったと思います。どんどんといきます。こちらでございます。トイレマットですね。こちらもちょっと新しく新調してきました。モフモフしたマットがあって、結構もう潰されてってだんだん見た目が悪くなったので、洗濯不要、お手入れ簡単、プニプニトイレマットというものを買いました。白で統一したいのでデザインもいいなというものを買ってきました。サイズ感がちょっと気になるんですけども、小さい。え、まあまあいいんじゃないですか。もう一個でかいので良かったかもしれない。まあでもこれってやっぱつけた方がいいのかな。うん、こう普通はつけるかな。つける、うん、もう一個サイズでかい方が良かったな。これがちょっと監督的にとても気になっている商品、磁石収納トイレブラ、空中で収納できるロマンくすぐる商品となっております。これでございます。グッドデザイン賞を受賞したトイレブラシです。空中にこうやって浮かせて汚れをあまり、まあ、清潔に保つという感じです。開かない。ハサミないんですか。ハサミあります。持ってきます。これなんですけど、ここが磁石になってまして、パチンとで見るとついてないから綺麗に、はい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 、いい感じに丸くなってるからすごい洗いやすい。なるほどなるほど。ですぐベタってつけないで空中で浮かせる、うんうん、からグッドデザイン賞を取ったと、うんうん、これは使っていきたいなと思います。次はですねお風呂場コーナー行っていきたいと思います。こ、なんだっけ名前、なんだっけ、なんとか実業、あ、山崎ですよ。山崎実業してますか。うん、知ってます知ってます、はい、ちょっと答えが見えちゃってますね。小さいな結構。ちっちゃ。カメラの鱗って、まあ、これが監督のバラの香りがしてきます。あー、できました。ちょっと